SNS とか見ないで自分の好きな小説とかで見返してみるとか、そういう時間にされるといいんじゃないでしょうか。その人の人生がどのタイミングで本格的に始まるのか、運命によるんですよね。4歩先と 5歩先を見たら、気がついたら歩き出してるってことって結構多いんですよね。ちょっと聞いてもらうとか、ちょっとっていうふうにすると意外と歩き出せるものなんですよね。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここ最近番組の中で健さんの配信されている YouTube について触れる機会っていうのもあったんですけれど、はい、逆に健さんがね、個人的に見てる YouTube の番組とかってあるのかなと思ってちょっと質問してみたかったんですけれど、はいはいはい、何か決まった番組とか登録してる番組ってあるんですか？多分ね、20個ぐらいありますね。で、一番でもよく聞いてるだったり見てるのはやっぱり CNN とアメリカのテレビ局のが多いですよね。ああ、そうですか。はい、あとは BBC も聞いてるし、この間間違えて BCC って言っちゃったけどBC ね、もう結構ちゃんと聞いてますし、まあ、日本人の人たちもね、結構いろんなその人たちの中で毎回必ず聞いてるっていうよりはなんかテーマで上がってくるじゃないですか。その中でそのやっぱりその僕は今の歴史に興味があるから歴史のやつとかそういうのは出てきますよね。ね、よくあなたにそのおすすめのとかって一つ登録したりすると出てきますけど、じゃあ健さんのところは割とニュース系が多いですか、報道とか？そうそう、そういうのもありますし、例えば最近毎日見てるのは永田雅夫って僕の友人でもあるんですけど、その外食のコンサルタントでね、そのもう20年30年近くやってる人がいるんですよ。で、彼が飲食店の人たちを応援するために毎日毎日その動画をアップしてるんですけど、そういうので飲食店の人たちのね現状を知ったりだとか、あとは名前もよく覚えてない普通のお店のそのオーナーの人がなんかぼやいてるのを見たりとか、そういうちゃんと作り込んでるやつからなんかもうおじさんがなんかバーで撮ってるみたいなので結構見てますね。確かにこの自粛期間ってやっぱりそれぞれ配信したりって増えたじゃないですか、コンテンツ自体が、はいはいはい、だからもし何か健さんがおすすめの番組とかあったら伺いたいんですけれども。おすすめね、だからその人にその多分興味がよると思うんですよ。だから自分が面白いと思うのが一番いいんじゃないですか、うん、なんか僕がいいっていうふうにはなんか一つを勧めるの難しい。ただまあ、英語わかる人は、あるいは英語の勉強のためには海外のメディアを見ると全然ニュースが違いますからね。それはどちらかというとおすすめですよね。英語わからないでもそのなんかアメリカのそういう、こう暴動の状態とかそういうのをリアルタイムで見てるとやっぱり相当大変なんだなっていうのが伝わってきますよね。だから今日本は本当に平和ボケになっちゃってるから、まあ、それがやや心配ですよね。そういう意味では本当今リアルタイムの情報が海外のものでもすぐに手に入るっていう時代だけに、いろいろ自分で選択する幅も増えてますもんね。うん、そうです。だからそのいろんな日本語以外のチャンネルも見るといいんじゃないでしょうか。はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今週も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは質問、ラジオネーム川村さんです。健さん、こんにちは。こんにちは。私の悩みはまさにですよ、 SNS 依存、うん、SNS 疲れがすごくあることです。在宅で仕事をする機会が増え、その分 SNS を見る時間が長くなってきたのですが、癖で SNS を頻繁に見てしまい、重いニュースやいろいろな人の主張などを読んでいるうちに体力を使ってしまい、息抜きにならなくなってしまいます。開かなければいいという話なのですが、 PC 作業をしているとどうしても気になって開いてしまいます。 SNS に依存せず上手に生活する方法があれば教えてほしいですということなんですけれど例えばね、時間を決めてしまってもいいんじゃないですか。機種とかアプリによって決められると思うんですけど、2時間だけ見ていいとかね、っていうのとか、あともうニュースを見ないっていうのも一つの方法でしょうし、
その、あるいは iPhone とかを切っとく。で、どうしても必要なものとか1時間に1回とか、例えば9時とか10時とかに1回だけ見ていいとかっていうふうにして、だら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 見るのやめるといいんじゃないでしょうかね。このでも分かりますね。本当にさっきオープニングでも触れた通り、いろんな情報が簡単に手に入るから、そのなおさら例えばこういうおっしゃってるような重いニュースっていうのを見ると、もう本当にキリがないじゃないですか、うん、そうするとそれを追いかけていくと本当に自分がヘトヘトになってしまうっていう、おっしゃってることすごくよく分かるなって思うんですけれど、ケン、うん、さんはそういう意味でその SNS、まあ、さっきニュースをご覧になっているということですけれども、どういうふうに、やっぱりケンさんも時間決めてご覧になったりしてるんですか？いや、僕はね、あの家族といる時以外は、まあ、ずっと見てるわけじゃありませんけども、その、まあ、でも結構あのばらけてますよね。映画見る時もあるし、そのなんか自分 の, そ の, その好きな人の講演とか聞いたりとかもするし、あの必ずしも SNS とかそういうのだけ見てるわけじゃありませんけど、でもやっぱり一時は相当ハマってたというか、まあ、それはライフワークでもあったのでっていうこともあるんですけど、ただその自分がね、なんかあのめり込んでわー見てるなと思った時にはちょっと引くとか、あるいはその、うん、なんか全くそういう頭が空になるようなことをそのやるといいんじゃないでしょうかね。僕の場合は八ヶ岳に膨大な漫画があるので、漫画見たりだとか、結構その一コマ漫画とかバカバカしいのがいっぱいあるんですけど、それ見てると結構忘れるので、そういう意味で逆に僕アナログで癒されるというか、ルパンの、ね、シリーズとかの、あのルパン三世じゃなくて元々のルパンですよね。ああいうのを見て結構その面白かったりするんですよね。そのなんかこう最近の小説よりも、ああいうなんかだいぶ前のやつ、シャーロック・ホームズとかね、ああいうの読んでみると結構面白かったりとかするんですよ。八歳一の謎とかで、その全部シリーズとかあるんですけど、まあ、そういうその画面を見ない、SNS とか見ないで自分の好きな小説とか読み返してみるとか、そういう時間にされていいんじゃないでしょうか、うん、はい、ありがとうございます。続いては小次郎さんです。ケンさん、こんにちは。はい、こんにちは。私はこれからのビジョンが見えずに悩んでいます。2年前に夢だった飲食店をオープンし、ここまで順調にやってこれましたが、今回のコロナの影響で一切営業ができず、デリバリーなどができるような体力もないので店を閉めることにしました。悔しい思いとともに、他の多くの皆さんと違って自分の店は大切だったけれど、もう一度店を開く苦労はしたくないなと思ってしまいました。店を続けていくことが夢だったので、今は空っぽで何も考えられません。現在33歳、これから新しく夢を見つけられるようになるんでしょうか、というメッセージなんですよね。いや、もちろんですよ。僕は今のことをやり始めたのは34歳からですから、だからその作家とかその人前で話すなんてことは、そのまず普通は職業にしようとかそういうことは考えないと思うんですけども、まあそういった意味で僕の本当の人生って35ぐらいから始まったんですよね。でそれまではじゃあ人生じゃなかったかっていうと、やっぱりそれまでの蓄積があって初めて35歳からできたっていうことを考えると、僕の場合は35歳から本格的な人生が始まったんですけど、人によっては38歳から48歳かもしれないし、その人の人生がそのどのタイミングで本格的に始まるのかっていうのは、やっぱりその人のそのなんか運命によるんですよね。なので今この小次郎さんは33歳で一旦終止符を打って、次のまた次の章が始まるわけですよね。だからその今までの第3章か4章か の, その飲食店時代みたいな、自分で将来ね70歳か80歳になった時に年表を書いたとしたら、小次郎第3章が今終わってるんです。で次第4章がね見えないのは当然なんですよ。だって飲食とか全く関係ないことをやりだしたりとかしたら、飲食のそので培ったいろんなものとかっていうのは全く関係ない世界に行く可能性があるからですよね。なので今全く関係がなくても、例えばある程度経済的に余裕があるなら、ちょっと安い一人旅をしてみるとか、あるいはもう経済的に余裕がないなら、なんかバイトから初めてなんかやってみるとか、まあ、そのなんかやってる流れの中とか、その出会いの中で初めてまた次のライフワークっていうか、第4章第5章の、ヒントが、あるんですよね。なので次、まあ、仕方なくバイトをやったところの社長さんと気に入られて、そのナンバー2になるとか、あるいはそこで企業のネタを思いついて自分でビジネス始めるとか、まあ、一国一城の主になった人だったら必ず何か見つけると思います、まあ、特に33、うん、よかったですよね。これ53歳とか僕の年齢から始めるのはまたちょっと大変だと思うんですけど、33歳だったらもう何だってできると、思います、ね、でも本当にこの今回のことで
本当に夢だった飲食のお店を開くっていうことでそれを閉めざるを得なくなってしまってなんか燃え尽きてしまったっていうこの気持ちもすごくよくわかるんですけれど、うん、いつまでもそこに引っ張られずにこう違う視点で気持ちを切り替えるってなんかいい方もありますかね、うん、やっぱりねだから実はずっと気になってたんだけどとかのあるはずなんです。例えばだから宮古島に行ってみようとかね北海道に行ってみようとか、あるいはなんかこう別のこと実は動画編集やってみたかったんだとかなんかかんかねあるはずなんです気になってたことが。でそれをやってみると、はい、それがなんか答えじゃないことが実は多いんですけどその周辺で出会う人とか周辺でキャッチする情報がその人の次の飯のネタになるってことはよくあるんです。だから今なんか気になってることとかなんかいやそう言われてみればないと思ったけど実はこれやってみたかったんだよねみたいなのがあるはずです。なので小さなことを頃からのことを思い出すのかもしれないしなんか先輩とかにお前さお店辞めちゃったんだったらちょっとうちのなんか手伝ってよとかそういう風なきっかけから第3章第4章が始まりますから必ず始まります。でそれはちょっとしたネットで見つけるものだったりあるいは学校の先輩になんかお前さ最近どうしてんのみたいなそういう風なので始まったりとかするのでいろんな人に連絡を取ってそのお店を、ね、辞めることになって新しいスタート考えるのでちょっとなんかヒントあったら教えてくださいみたいなのを出すといいんじゃないでしょうか。はい、質問ありがとうございました。以上人生相談のコーナーでした。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは一歩を踏み出す勇気ということで本当に先ほどの小次郎さんのメールにも近いテーマだと思うんですけれども、はい、なかなかその新しいことをやろうとか以前から興味があってやってみたいと思ってじゃあやろうかなと思ってもその人ってついつい最初の一歩っていうのがなかなか踏み出せないっていう人も多いと思うのであえてこの一歩を踏み出す勇気というテーマにしたんですけれども踏み出す時のえいやっていう一歩ってケンさんは今までどういう風にしてこられましたか。一歩を踏み出す勇気ってなると途端にできなくなっちゃうんですよ。でもね例えば4歩先と 5歩先を見たら気がついたら歩き出してるってことって結構多いんですよね。例えばね椅子から立ち上がる勇気って言われたらいや立てるかな立てないかなとかなるわけじゃないですか、はい、でもその椅子から立ち上がって散歩先に何かあったとしたら気がついたら椅子から立ってるってことはあるはずなんですよ。じゃあその自分の人生で考えた時にその一歩じゃなくてそれこそ検査をしてる数歩先まで考えておくと最初の一歩っていうのも案外いけたりするんですかね。そうそうだからねなんか自分の今までの人生のことをまとまってなんか文章に書こうとかって思うと難しくなっちゃうんですよね。はい、そうだから僕はよく提案してるのはもう誰にも見せないっていう本を書いたらどうっていうこと言ってるんですよね。だからなんかベストセラーを書くぞとかそういうふうに考えると手が固まっちゃうんですよ、はい、うん、でも誰にも見せないっていうことを前提にした本だったら書きやすいですよね。そうですね。だっていろんな周りからの反応とかって一切関係ないですもんね。自分だけで書きたいことを書くわけですもんね。そうだからとりあえず誰にも見せないっていうので書いてみたらどうとかっていうふうになんかそれを書くか書かないかとか売れるか売れないかとかってそっちに意識がいっちゃったらブレーキがかかっちゃうんですよね。うん、で例えばだから僕は英語でいきなりテレビに出るって言うともうちょっともう目がクラクラするじゃないですか。でも、うん、英語で自分の友達にこういう本を書いてるんだっていうことを説明することだったらできますよね。はい、うん、だから僕の友達にアメリカ人の友達に今どういう本を書くのかっていうのをちょっと僕は本の構想話すから聞いてもらってもいいみたいなことを言って、でそれが実は一歩を踏み出すその一つの行動だったわけですよね。でもそのアメリカの人にそうやって話をしてへーって言われるかふーんって言われるかどうかなと思ったらすっごい面白いってそれぜひ読みたいって言われたらそんなに喜んでもらえるんだったら頑張って書こうかなとかっていうそういうことですよ、うんうん、だからそうやってちょっとなんて言うんでしょううまくいくかうまくいかないかばっかり考えててこの一歩を踏み出したらもう戻れないみたいな思うとものすごい緊張するじゃないですか。はいはい、でもちょっと聞いてもらうとかちょっとっていうふうにすると意外と歩き出せるものなんですよね。
や、例えば先ほどのその作家の作家になりたいっていう方の場合だと、その誰も見ないっていうのを前提に書いてみるっていうのはイメージしやすいんですけれど、例えばじゃあそれこそお店を出すとか、そういう初めての一歩ってどういうふうにハードルを下げたらいいですかね。例えば僕だったら、どういう自分が、ね、出すお店、今お金とか全く考えずに、将来自分が神様にくださいって言ってもらう、そういう風なお店ってどんなお店かなっていう風なことを考えますよね、うん、例えばフレンチの店が欲しいかなとか、和食店かなとか、料亭みたいな店かなとか、なんかビストロみたいな店かなとか、蕎麦屋みたいな店かなとかっていう風に思ったら、やっぱりね、まあいろいろあるかもしれませんけど、やっぱり料亭みたいなのがいいなとか、やっぱりフレンチのその高級なのがいいなとか、やっぱり居酒屋みたいなのがいいなとか、いろいろあるはずなんですよ。で、はい、そういう風なものを想像したり、Google で調べたりっていうのは、別にお金もかからないし、勇気もいりませんよね。はい。うん、で、例えばそういう風な感じのことを、その勇気がいらないことをやってみると、気がついたらもうそれが一本になってるんですよ。で、そしてそういうところでバイトしてみたりとか、実際にお客さんに行ってみるっていうのは、次2本目でしょ。で、ひょっとしたらバイト募集してるってことに気がつくかもしれないし、そのオーナーの人とちょっと話をしてテンションが上がるかもしれないし、まあ、そうやって2歩3歩4歩っていうのの中で、じゃあ次お金をどうするとか、立地をどうするとかっていうのがちょっとずつ固まってくるわけですよね。はい、うん、だからそうやって気がついたらもう10歩ぐらい行ってるような形で自分を誘導していけばいいんですよ。そのさあお店をやるぞとか、さあ立地はとかで考えるとやっぱり緊張しちゃいますよね。じゃあそのついつい人は最初の一歩踏み出すときってなかなかこう不安も出てきたり、怖くなったりとかってありますけれど、そうじゃなくって、うん、そのもう少しハードル下げて想像の中だけでも進んでみると、案外その道っていうのは見えてきたりするんですかね。そうだからやっぱりどういうお店を経営したいなとか、まあ、経営というかどういうお店が好きかなだけでいいじゃないですか。で、そうしたらこういうお店っていいよなとか、例えば本だったらその、まあ、僕はやっぱり村上春樹みたいな本が書きたいなとかね。で、そしてその、僕はよくやるんですが、テーマ、例えばそれ小立てとか言うと急に手が固まったりとかするんですけど、こういうお金と幸せがいいなとか、なんか小説みたいなのがいいなとか、おじいさんと子供が話がいいなとか、なんかそんな感じのやつですよ。あ、そういう形で自分の本当にやりたいことみたいなのがその見つかってくると、なんかね、止まらなくなっちゃうんですよ、もう。そうすると、じゃあお金はいくらいるんだ、どうやって貯めたらいいのかとか、実際のことになりますよね。で、あとはもうそこまで来たら、ね、あとトゥードゥーリストの話になるんですよ。だからそれをこなしていけば、必ず3年先か5年先か10年先か分かりませんけど、必ずその延長線上に自分の夢は叶うはずです。あ、となると、例えば本当にそれがその人の人生をかけてでも叶えたい夢だったとしても、うん、最初の一歩でおじけづいちゃったりした時に、あ、やっぱり自分がこういう思いするってことは、本来この夢って自分の人生の夢じゃないんじゃないかなって思って迷子になっちゃう時っていうのもあると思うんですけれど、はい、今のペンさんみたいな感じで軽くこうイマジネーションも使いながらやっていくと、ワクワクの方がなんか先に立ってくるような感じがしますよね。そうだからね、なんかそれがうまくいくかとかうまくいかないかもなんか考えない方がいいんですよ。というのは、その頭がいい人ほど起業できないっていうのはそういうことなんですよ。で、その MBA とか取っちゃったらね、その自分が起業するとリスクばっかり見えてしまうんですよ。はい、うん、だからその以前吉田純喜さんに、吉田純喜さんが MBA 取ったらどういうふうな経営者になったと思いますって言ったら、そうやな、MBA 取ったら多分創生なんかやってへんでとかって言われてそんな儲からへんかどうか分からへんものやらへんわな普通とかっていうことを言われてたんですよね。だからそのなんかそれをやるかやらないかっていうのを打算とか計算でやったらやっぱりうまくいかないっていうふうに思うもんなんですよ。だってどのね、33歳のそのぼーっとした、まあ、会計のこととかビジネスのことはちょっと詳しいかもしれないけど、そんな人がベストセラー作家になれると思うって言ったら、やっぱり普通はなれない。だって文学部出たわけでもないし、文章のこともやったことはないし、そういう人が作家になる、ましてベストセラーになれる、そしてこの人はミリオン作家になれるでしょうかって言ったら、まあ、99.99% なれないと普通は思うと思うんですよ。なのでその可能性はとか、その人はどうやってそのなんかその文章教室とか通った方がいいか通った方が良くないかとか、そんなこと考えたらね、まず何もスタートしなかったと思うんです。でも、いや、お金と幸せの本ってあったらいいよな、なんでないんだろうと思ったりとか、僕は書く側というよりはその読者としてこういう本あったらいいのになっていうふうに思ってる間に、
わこんな本ぜひ読みたいなって、誰も書かないのか、じゃあ僕書いてみようかなみたいな、そういう厚かましい気持ちになれるわけで、それが売れるか売れないかとかそんなことを考えていったら絶対一歩も踏み出せなくなると思います。なのでやっぱり自分がお客さんとして行くならどんな レストランがいいかなとか、そういうふうに考えておくとワクワクが止まらなくなっちゃって、もうそのやりたいっていうか、そのお店をやったらどうなるんだろうっていう好奇心が抑えられなくなるので、もうあの一歩踏み出す勇気なんていうのはとっくに忘れてると思います。本当ですね。じゃあなんか考えすぎだったり、ついつい頭でっかちになりがちな時って、ちょっとそこから一歩引いて違う視点から見てみると本当に楽しみで溢れてる感じですもんね。そうですね。そうするともしかしたら意外なところでもっと自分の楽しみが見つかるかもしれないし、はい、なんかいっぱいあできないだけで終わっちゃうのがなんか違うような感じの展開になりそうですもんね。そうなると。そうそうそう。だからね、人生に勇気はいらないんですよ、そういう意味では。ああ、そっか。なんか本当に話聞いてると軽やかに考えられそうだなっていう感じがしてきましたね、今の話を。うん、そう。で、そういう時にね、ワクワクする時に勇気なんかいらないんですよ。誰もね、そのなんか次の日にゴルフに行ったりとか、ディズニーランドに行ったりとか、海外旅行とか、デートに行く時に、いやーなんかこう明日モチベーション湧くかなとかっていうの思わないはずなんですよ。だから、ね、はい、やっぱりもう楽しくてしょうがないとか、わーもう早く明日にならないかなっていう、そういうやつですよ。そういう気持ち。だから大人になってからの人たちは早く明日にならないかなっていうのを忘れてんじゃないですかね。あーねー、ちょっとした考え方の違いででも全然違いますもんね。そう思います。だからね、自分がやることをね、もっと楽しみにしてほしいです。僕今日朝4時に起きちゃって、早くディアケンにならないかなって思ってずっと待ってたんですけどね。ちょっと早く起きすぎた。だからなんか楽しみで起きちゃうっていうのあるじゃないですか。でそれを毎日そういう生活を送ってるから、僕は幸せなんだと思います。そうですね。はい、ということで今週のラジオミニセミナーは一歩を踏み出す勇気ということで、ケンさんに伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームふみこさん、私のおすすめは大島信頼さんの消したくても消せない嫉妬、劣等感を一瞬で消す方法という本です。目には見えない思いの世界を可視化してくれるような一冊でした。嫉妬や劣等感といったものの本質が見えて自由なメンタルに近づくことができる本だと思いますというメッセージ送っていただきました。さあ、そしてケンさんの今週のおすすめの一冊何でしょうか。はい、メンタルシード、オートマティックに願いを叶える貢献のロジックという本で、斉藤ソフィーさんと山崎匠さんが書かれた本で、これ、チベット仏教の本ですね。チベット仏教、チベット仏教、はい、のゲッシュ・マイケル・ローチさんっていうそのアメリカ人なんですけど、この方も数奇の運命で、その人がですね、語ってる内容を山崎匠さんとソフィーさんが、斉藤ソフィーさんが、まあ、ある意味こう日本の人に分かりやすいように、はい、書かれた、そういう対談の本なんです。結構面白かったですよ。その引き寄せの法則とはまたちょっと違うそのので、でこのゲッシャ・マイケル・ローチさんってものすごい人で、そのもう若い頃に、アメリカからチベットに渡って、そしてその結構最高位の位みたいなものをもらってアメリカに行って、そしてダイヤモンドビジネスをやってまた大成功して、それをウォーレン・バフェットに売った、まあ、そういった意味で世界中で活躍されている先生なんです。このお二人とはケンさんはお知り合いでいらっしゃるんですか。あ、そうですね、この対談 そのベースになったその Facebook ライブとかそういうのを見させていただいたんですけど、まあ、やっぱりこうそれぞれに人生の成功体験とかそういったものがある人じゃないとそういうのってなかなか解説できませんからね。だからすごく面白く読ませていただきました。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。想像力は自己信頼から生まれる。自分の才能を信じなさい。しかし自分が実際に行った努力以上のことは期待してはいけない。リタ・メイ・ブラウン。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。一歩を踏み出す勇気って今週あのラジオミニセミナーのコーナーで扱いましたけれども、あ、そっか、こうよし一歩を踏み出さなきゃって思えば思うほどなんか肩に力が入っちゃって、あのそれが逆に足かせになっちゃってるんだなっていう、もっとその健さんがおっしゃるような楽しいように空想しながらいけば、その3歩も4歩も先のことを考えて、で今の現実に落とし込めるんだなっていうのをすごいお話伺って、なんか腑に落ちたんですけれども、まあ、確かにその健さんの話を聞いて、よしそうしようって思ってもなかなか動けない、でも動けないっていう人もいると思うんですが、そういう時はどうしたらいいでしょうか。まあ、その時は動かなくていいんじゃないですかね。あ、でやっぱりね、動きたい時っていうのは気持ちが高まってくるんですよ。はい、でそしてもうここまで来たら、まあ、それはネガティブの場合とポジティブの場合両方あるんですけどね。ネガティブの場合はもうここ以上ここに行ったら死んじゃおうって動き出しますよね。でそして楽しくて、これはもうなんかやっぱ楽しそうだからやっちゃうみたいな、この両方が必要だと思います。なので、そのなんか勇気がいるとかね、なんかあんまり本当はやりたくないんだけどとかっていうことはやっちゃダメですよ。そんなやったってね、長続きしない。だからやっぱりもう絶対これやめなくちゃって思ったり、やっぱりこれやりたいって思ったり、すごいネガティブかすごいポジティブじゃないと人はやっぱり原動力にはならないんじゃないですかね。でもネガティブであろうとポジティブであろうと両方とも原動力にはなるっていうことですね。はい、はい、そう思います。でもね、人って面白いですね。自分でいっぱいなんか気づいた時には制限ってかけちゃってるんですね。そうそうそう、ただから面白いんですけど、その本当にやりたいことが見つかったら制限なんてね、ぶっ飛ぶんですよ。ぶっ飛んじゃうんですね。それはなんか僕だって英語で本書きたいと思ったら英語力がどれだけあるかとか、それが通用するのかなんて、うん、分かんないじゃないですか、やってみないと。だから結局通用しなかったんですけどね。でもやっぱりやってみて初めて、あれ全然通用しないじゃんってことは分かってるわけで、じゃあそれどうしたらいいのって言って2年ぐらいかかりましたけど、まあそういった意味でやっぱりそれ面白そうっていうのが一番大事だと思いますね。そうですね、だからいわゆるそこがワクワクっていうことですもんね、原動力になるわけですもんね。そう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 、だからこの間もインドの、あのインド人のパネル会議やったんですけど、そのインドの人の、ね、コメントが書かれてたんですけど、ケンがね、ミスターホンダがその本をどうやって書くのかっていうのに話し出した時に、めちゃめちゃ楽しそうだっていうのはなんかコメントがあったんですよ。だからやっぱりあのインド人も僕が楽しく話してるとやっぱりテンションが上がるみたいで、やっぱりだからそういう意味でその人の情熱っていうのは文化を超える感じがします。伝わるわけですね。もうなんか、そうそうそう、漏れちゃうわけですね。そうだから本当にあの誰もが見てもはっきりするぐらいの情熱とかワクワク感っていうのは大事なんじゃないでしょうか。はい、さてこの番組ではあなたからの感想、そして健さんへ質問などもお待ちしています。質問の登録は健さんの公式アプリ、あるいは健さんの公式のホームページからご登録ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。さらに中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、本田健の人生相談ディア健のこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから聞いていただくことができます。そして毎月480円でディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしています。詳しくは健さんの公式ホームページご覧になってみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。